はい、CRS 大阪店スネオこと大川亮太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、またまた中古車の方が入ってきましたので、ちょっとご紹介の方させていただきますね。はい、お願いします。はい、ベースの方はですね、平成26年式のハイエーススーパージエル 2000cc ガソリンの2駆の車両になりますね。はい、はい、で、まあ改造点、まあ、カスタムポイントですね、はい、の方を紹介していきます。はい、まあ、前からですね、はい、うちのフロントリップスポイラーバージョン4がついてますね。はい、はい、で、まあ、ここがメッキに変わってますね。ここのカバーですね。ああ、変わってますね。メッキメッキしてますね。ねえ、そこ変えるだけもやっぱ印象変わりますね。はい、そうですね、やっぱり、まあ、普段はもう黒のカバーついてるんですけど、ね、まあ、ここ色変えることによって、まあ、普段と違うイメージがつくかなと思いますね。そうですね。はい、はい、前はもうそんな感じですね。シンプルな感じでね。はい、うんうん、横行きましょうか。はい、行きましょう。横もそうですね、ポイントポイントごとにちょっとメッキのパーツ使ってたりしてますね。ああ、ここもそうですね。はい、ここね、まあ、ただでさえメッキの多いスーパージエルなんですけど、さらにね、増やしてる感じでね、メッキ増やしてピカピカになってますね。ね、はい、で、ホイールの方がですね、ファブレスの17インチのホイールですねがついてますね。ナスカータイヤでね。はい、これ車高ってどれぐらい落ちてるんですか？これは2インチのローダウンですね。2インチで、はい、で、まあ、その際にバンプとか全て原部のものに変えてて、はい、で、UI さんのコンフォートショップがですね、一応入ってる車両になりますね。ああ、ほな、多少、まあ、足回りもちょっとやってるっていうことで。そうですね、はい、なので乗り心地とかもだいぶ改善はされてると思います。はい、はい、なら横はこんな感じでしょう。横はこんな感じです ね、はい、じゃあちょっと後ろの方ね、はい、はい、そうですね、後ろもこれといってないんですけど、リアアンダーのホールカバーですねついてたり、ワイパーホールカバーですね。あ、ワイパーないですね。ワイパー取ってホールカバーついてますね。はい、まあ、これだけでもだいぶ印象は違いますね。うんうん、で、まあ、テールとかノーマルで、ノーマルですね。はい、今度はこのまま中開けてもらっていいですか？わかりました。めっちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。ね、ベッドついてて、はい、で、フロアマットも、フロアマットもディアね、全面あるので、3つもね、はい、全部引いてあって、まあ、全然これ取っていただいたらまだ多分新車並みの綺麗さだと思いますね。はい、あとはフィルム施工もしてるから外からはあまり見えないですね。結構暗くなってますね。ね、はい、で、一応 LED のルームランプの方もついてます。もう全部、全部ですね、はい、なんで車内もだいぶ明るい感じで、はい、まあ、匂いも全然しーひんから、これあれですね、タバコ吸ってないですね。ね、匂い全然しないですね。タバコの匂いは全然しないんで、多分前のオーナーさん禁煙者だったのかなと思います。ですね、はい、で、まあ、トリムとかも全然傷ないし、屋根も全然傷なく、ということは多分プライベートに乗られてた感じでしょうね。はい、そうですね、もう完全に、まあ、車中泊みたいな感じでね、キャンプ用で乗られてたと思います。本題横行きましょう。はい、外装も全然傷ないですね。そうですね、やっぱり傷もほぼほぼなく、うん、すごい綺麗な車両で、で、一応パースライドもついてます。自動ドアね。自動ドアですね、はい。で、2列目は、2列目は一応シートカバーの方ついてますね。はい、で、まあ、フロアマットもサイドと前ついてますね。全てね。はい、お、2列目はこんな感じ。2列目こんな感じですね。はい、で、1列目は、1列目はもう開けた瞬間ちょっと眩しいんですけど、ライトついてますね。ね、ここの足元を照らすようなライトですね、これね。そうですね、まあ、暗い時とか、ね、乗り降りしやすいように多分照らしてますね。で、ここスピーカーがついてあって、カロッツェリアの、ツイッターとスピーカー変わってます。あ、変わってる感じ。はい、ということはナビが、ナビもカロッツェリアですね。カロッツェリア、これ、はい、ナビバイザーもついててね、日差しがカットできるような。そうですね、まぶしい時でも映像きれいに見えるようにですね、そうですね、ついてますね。
あとはまあシートカバーですね。前もついてて、はい、前もついてて、アームレストもね、最近流行りの収納できるタイプですね。これ差し込みタイプのやつですもんね。あ、そうですそうです。でも綺麗、なんかこういうとこもメッキにね。そうですね、ルームミラーもメッキのものに変わってますね。アシストグリップもね、アシストグリップも変わってて、助手席に関してはここにグリップがねついてますね。あ、ここもね、はい。でサイドブレーキのとこもね、もう変わってますね。ね、であとこれ USB の、 USB の差し込み口 3個ついてますね。3つありますね。はい、まあ、一気に3台ぐらいはね携帯充電できますね。ですね。でこれ助手席エアバッグないから収納スペースが、はい、ついてますね。で100ボルトがなし、100ボルトなしですね。はい、これ ETC ついてます。こちらの車両 ETC もついてます。おお、いや綺麗、すごい。そうですね、年式の割にはだいぶ綺麗くてね、綺麗な車両ですね。これ走行距離ってこれどれぐらい走ってるんですか。これ走行距離まだ4万6千キロなんですよ。ああ、まだまだ全然走ってないですね、はい。年式まあそうぐらいの距離なんですけど、まあ、まだまだ全然走れますね。ね、はい。ちょっと反対も外装にしてもらって、そうですね、反対も同じくメッキ調の、ね、はい、カバーついてまして、全然本当に傷がない。傷の奥、めちゃめちゃ綺麗な車両ですね。うん、すごい綺麗。ほんだら、はい、お値段、お値段ですか。やっぱりそこですね。ね、まあ、はい、こんな綺麗な車両のお値段を教えてもらっていいですか。わかりました。一応こちらの車両ですね、はい、車両本体価格がですね229万円になります。えらい安いですね。えらい安いです。229万円ですよね。はい、しかもこんだけ綺麗かったら全然いいと思います。そうですね、まあ、こんだけ綺麗くてこんだけね、まあ、パーツとかついてるんでね、まあ、正直このお値段他にはないと思いますですね。はい、なんでもね、多分早い者勝ちっていう形になってしまいますので、はい、もう気になったらすぐお問い合わせをいただけれたらなと思います。今ベルフェイスもねすごい大人気ですもんね。そうですね、まあオンライン商談、やっぱコロナウイルスで外出たくないっていう方とかは、まあ、よくオンラインで商談させていただいてますので、はい、はい、ちょっとまたよろしくお願いします。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。